東映市は大韓民国軽症南道の市。市名の由来は朝鮮水軍の名称、李俊臣が暇三島に東西英を置いたことによる。かつての忠武市で1995年に東映軍と合併して、角の複合系大使としての現在の市が成立した。軽症南道南部にある片城半島南部と南海の140の島からなる。 李春心で有名な馬山島も含まれる。東は巨彩市、西は南海郡、北は片城郡と接し、南は海である。海上国立公園である、寒冷海上国立公園の中核基地となる観光リゾート地で、東映運河に架か,かる東映大橋の夜景が美しい。山頂2五十三年六月今流乗り、春心の銅像が立つ南坊山から、 寒冷水道を一望できる。李氏朝鮮時代には海軍総司令部といえる水軍統制本営があったため、1605年建造の新井平官や李春心を祀る中列祠などがある。また1932年に開通した東洋発の海底トンネルである東栄海底トンネルが東栄半島の南端と弥力島の間を結ぶ。造船業が盛んで、中、 小の企業が多数存在していた。造船の公共がピークの2010年には地域総生産の半分近くを造船業が創出していた。しかし2010年代の造船産業の不況の中で次々と倒産。2018年には比較的規模の上等造船海洋までもが政府の管理下に置かれ工場は事実上閉鎖された。地域経済の落ち込みにより 東映市の失業率は全国2位になっている。ありがとうございます。